還暦祝いは結婚式場で盛大にやるから。結婚式場でご自分の還暦祝いするなんて、お母さん相変わらず時代の最先端行ってますね。今時のアラカンはこれくらい普通よ。アラカンって何ですか？アラウンド還暦の略よ。ゆいさん28歳なのにそんなことも知らないの？ウケる。勉強になります。で、親族はお祝い10万、嫁のあなたは特別に300万ね。10万って本気だったんですか？もちろん、うちの親戚ならすぐに出すわ。そうですか。あの、私だけなぜ特別扱いなのでしょう？社長なんだから当然30倍でいいでしょ。いまいち理屈がわかりません。つべこべ言わずに300万持ってきなさい。それはちょっと多すぎます。姑の私に逆らうなんて恥知らずの嫁ね。夫がまた仕事を辞めてきてしまって余裕がないんです。あの子は自分探しをしてるの。それを支えるのがあなたの役目。今年に入ってから3回転職してるんですよ。さすがにどうかと思うんですけど。その話は今度聞くわ。今は私の還暦祝いが先よ。招待客はあなたが送っておいて、リストは息子に持たせるわ。還暦のお祝いをする式場はどこですか？スカーレットホテルの法王の間。あの王族御用達の最高級のホテルでやるんですね。イケてる私にぴったりでしょ。費用をどうするんです？それを集めるのがあなたの仕事よ。招待客は親族だけじゃなく、ゆいさんのお友達にも出して。私の友人は無理かと。ノープログラム、なせばなる。親戚の会費は最低で1人10万、あなたの友人は1人20万で集金しなさい。やっぱりどう考えても高すぎますよ。お色直しに私のカラオケリサイタルするから、そのくらいお祝い金がないとできないでしょ。普通にやりましょう。人生の節目よ。真っ赤なドレスと真っ赤な着物、式場の花も赤いバラで、クレオパトラのように私の還暦を祝ってちょうだい。クレオパトラは還暦祝いしてませんし、39歳でこの世を去りましたけど。女王のように扱えって意味がわからないの？脳みそ石でできてるんじゃない？そういう意味でしたか。ってことで頼んだわよ。日にちは2ヶ月後の私の誕生日、楽しみにしてるわ。無理言わないでください。やってやれないことはない。さーて、ドレスに合うアクセ選びに行ってこよっと。無理ですって。お母さん、ちゃんと話をしましょう。あれ、返事してください。姑のまさかの発言に驚きを隠せません。この後何度電話しても姑は出てくれず困りました。私は三上由衣、28歳、夫は高校の同級生です。野球部のエースで人気者だった憧れの人だった夫に告白し、 OK をもらった時は飛び上がって喜んだのを覚えています。そのままお付き合いをし、社会人になってから結婚しました。私の父が2年前に他界し、父の会社を継ぎ、私が社長になった途端に夫は会社を辞め、その後も仕事が続きません。私がプレッシャーを与えてしまっているのかな。姑ののりこさんは普段から派手な性格で自己中心的。昨年熟年離婚したばかりです。姑に言われたことを夫に相談すると、一生に一度なんだからやりたいようにさせてあげてと言われてしまいました。とりあえず姑に言われるがまま招待状を出したのですが、思い通りの返事が返ってきました。2週間後。お母さん、親戚の方が会費10万はさすがに高いと欠席の連絡が来てるんですけど。それどっちの親戚？どうせケチケチしてるのはあんたの方の親戚でしょ。両方です。はあ、うちの親族がそんなこと言うはずないわ。普通還暦のお祝いって1万から3万ですよね。それは普通の人の場合でしょ。私は特別な存在なの。誰からも愛される希少価値の高いレディーなの。なんと返事をしたらいいのか分かりません。誰もが私のドレスや着物姿を見たいはずよ。三上のり子のリサイタルショーもするのに高いわけないでしょ。お母さんのリサイタルショー、親戚の人たち見たいですかね。有名人でも10万しないですよ。それ以上の価値が私にはあるの。もう一度親戚一同に招待状を送ってちょうだい。でも。でももへったくれもない。還暦祝いで出さずに三上ロリコのリサイタルショーで招待状出しなさい。わかりました。
あなたの友人は誰が出席するのかしら。ゼロです。やだ、友達いないわけ。いますが、お母さんの還暦祝いに来る人はいませんでした。そんなのは本当の友達じゃないわ。ただの利害関係だけでつながってるのよ。目を覚ましなさい。そういうわけではないです。あなたの友達関係なんてどうでもいいわ。とにかく雇ってでも人を集めなさい。でもそんなことしたら赤字になっちゃいますよ。その費用はあなたが嫁として払う義務がある。言ってることめちゃくちゃですけど、もし人を集められなかったら息子とは離婚させる。そこまでします？私は本気よ。息子も私の意見に同意してるし。本当に夫が同意してるんですか？ええ、もちろん。今うちにいるけど、還暦祝いの出席者集めるまで家には帰らないそうだから、離婚されないように頑張るのね。そんな。とりあえず今夜はうちに泊まるぞよ。結婚生活破綻させたくなかったらさっさと行動しなさい。無理ですから諦めてください。イエス以外の返事は聞かないわ。いろいろ言われるのうざいから。当日まで LINE はブロックするわね。ちょっと待ってください。お母さん無茶ぶりすぎです。還暦祝い当日、そろそろみんな集まってる頃かしら。ゆいさんはどこにいるの？会社です。仕事してる場合じゃないでしょ。早く式場まで来なさい。いろいろ考えたんですが、お祝いには行きません。だったらお祝い金300万だけでも誰かに持たせて。それもお断りします。嫁の分際で姑の大切な還暦祝いをドタキャンするなんてふざけてんじゃないわよ。親戚につけてやる。私だけじゃなく全員欠席ですけど。は？今なんて言った？お母さんの親戚の方もうちの親戚も全員欠席です。あれほど言ったのに言うこと聞かないなんて嫁として失格ね。人を集めるのは無理だって言いましたけど聞いてませんでした？そこをどうにかするのがあなたの役割でしょ。誰でもいいから人を集めてきなさい。誰でもいいんですね。いいわよ。あと1時間半くらいで始まるんだから早くして。うちの会社でよくお願いするイベントスタッフの人たちでもいいですか？その人たちでいいわ。すぐに式場まで来るように命令しなさい。わかりました。ちょっと手配しますので少しお時間ください。ちょっと早くしなさいよ。今から30人向かわせます。30人か、少ないけど。まあいいわ。息子と離婚したくなければあなたも今すぐ来なさい。あれ、息子さんから聞いてませんか？何よ。私たち離婚したんです。へっ。自分よりも8歳も年下の女子大生と夫が浮気してたんですよ。結婚するときに浮気したら即離婚って契約してたのですっぱり別れました。でも息子に言い寄ったのはあなたの方よね。それ高校時代の話ですけど。愛してたんじゃないの？お付き合いをしたのも初めての人も夫だったので、知らず知らずのうちに一生添い遂げるものだと思い込んでいたのですが。そうよ、あなたには息子しかいないでしょ。仕事もしないし浮気はするし母親はアホだし、もう許せなくてパンパンに膨らんだ風船がパーンって弾けちゃったんです。堪忍袋の尾が切れたってこと？そうですね、浮気が地雷でした。息子が浮気なんてするはずないわ。更新所で調べたので間違いないです。きっと一時の気の迷いよ。浮気する人ってそういう言い訳するんですよね。一時の気の迷いを許す気はありません。息子の浮気相手は金持ち？気にかかるポイントそこですか。お金は大事だもの。フリーターなのでお金はないかと思います。慰謝料請求したら浮気相手の親が支払ってくれることになりましたし。なんでもった金持ち捕まえないかな。呆れた。まあ今日30人来るから1人10万もらって300にはなるし、式場の支払いは楽々だわ。イベントスタッフにお金払うのはあなたですけど。ふっ。のりこのリサイタルショー終わったら1人2万ずつで計60万お支払いください。聞いてないけど。イベントスタッフを向かわせると伝えました。疑うなら LINE 遡ってみてください。そういう意味だったの？式場のお金はどうなるのよ。私の知ったこっちゃありません。お祝い金当てに行ってたのよ。でしょうね。息子さんに働いてもらったらいいですよ。あーでも慰謝料請求したからお金ないかも。離婚したら財産分与があるはずよね。ふ
夫婦の共有財産は夫が使ってしまったのでほぼほぼなしです。クズね。え、もう息子とは思わないわ。私が叩きのめしてやる。タックル組んで仕返しましょう。それって私に取り入るためですよね。浮気されたあなたの同情してるの。かわいそうだったわね。これから私が守ってあげるわ。優しいこと言ってもお金出しませんよ。傷ついた心を私が癒してあげるわ。振り回されるのはごめんです。私とは一生関わらないでください。そう言わずに私を本当の母親だと思っていいのよ。私父は亡くしてますが母はいますのでご心配には及びません。本当に私を見捨てるの？わがまま放題して私を煩わせたのはあなたですよ。気づいてください。こうなったら息子を頼るしかないわ。あれ、連絡つかない？なんとなくまずい雰囲気さして逃げたのかもしれませんね。式場の人が迎えに来たわ。どうしよう。イベントスタッフも到着してみたいなので、のりこの還暦リサイタルショー楽しんでくださいね。それキャンセルでお願いします。キャンセルできません。せめて私にお金を貸してください。お願いします。ゆいさん、返事して。ゆいさん。後日談。のりこの還暦リサイタルショーは滞りなく行われ、のりこはイベントスタッフ人材派遣会社から60万を請求されたそうです。還暦を行った式場の代金は160万円だったため、総額220万を支払うこととなりました。貯金もないためやばい金融会社からお金を借りて支払ったそうです。私の心配することでもないですが、これからの人生どうやって生きていくんでしょうね。元夫へは弁護士を通して慰謝料150万を請求し支払ってもらいました。どこでお金を借りたかは不明です。浮気相手とはお金がないことで険悪となりすぐに別れたとか。私はしばらく恋愛や結婚はしなくていいかなと思っています。父の残してくれた会社を盛り立てていきます。